トーリー・パドウィル、1990年5月2日生まれ、アメリカ・カリフォルニア州シミバレー出身のスケーターです。カリフォルニア州シミバレーはこの辺りです。ロサンゼルスの中心部からは北西に位置する町で、治安のいいベッドタウンなんですが、山が近い分山火事に注意が必要な場所です。スポンサー一覧です。デッキスポンサーはサンキュースケートボール。2018年レイウォン・ソンさんと共同で立ち上げたデッキブランドです。デッキサイズは 7.5 インチから 8.5 インチまで展開しています。トーリーさんといえばやはりグリズリー。トーリーさんがまだ10代の頃に立ち上げたブランドです。ベアロゴのデッキテープをはじめ、ポップなデザインのウェアも展開しています。時代を象徴するようなアイテムもリリースしています。マスクです。よく見るとグラフィックのクマもマスクをしています。トーリーさんの経歴、簡単に説明します。7歳の時にスケートボードを始めます。12歳の時、初のスポンサーショーティーズを獲得。14歳の時にはショーティーズのビデオ How to Go Pro に出演。ショーティーズでの活躍を期待されたんですが、ショーティーズのブランド自体が活動を休止してしまいます。その後1年間エイリアンワークショップにフローライダーとして在籍します。その後オールモストに加入。2008年にはプロライダーとしてデビューします。2年後の2010年、プラン B への電撃移籍を発表します。移籍後活躍を評価され、2011年21歳の時、トランスワールドスケートボーディング誌のストリートスケーターオブザイヤーに輝きます。2010年から2018年までプラン B の人気ライダーとして活躍していたんですが、プラン B を辞め、レイウォン・ソンさんとサンキュースケートボードを立ち上げます。ざっと経歴説明しました。トーリーさん、影響力、発信力のあるスケーターなので、サンキュースケートボードの動き、自らのブランドグリズリーの展開など、今後の活躍が楽しみです。トーリーさんのスケートスタイル、冒頭の映像で見てもらったように、とにかく流す、バックテールを世界一流した男だと思います。あとは一つ一つのトリックにキレがあります。その2つの特徴に注目して、ぜひ動画チェックしてみてください。下の概要欄に URL を貼っています。動画の感想、コメントでお待ちしています。余談なんですが、トーリーさん、たびたびインスタグラムで仲間のスケーターの誕生日を祝う投稿をアップしています。仲間を思う人柄の良さがにじみ出しています。今後もこの笑顔の輪が広がっていくことを願っています。今日は以上です。よかったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。